じゃあ次はですね、南吉さんも会っているであろう宮沢賢治さんの、童謡ですね。これはね、星巡りの歌。宮沢賢治さんは自分で曲作っちゃうのね。楽団があったそうですね。宮沢賢治さんは大きな、それと、ピアノを演奏されたそうですね。今日これやるのは実は、前回、前々回前々回ぐらいにね、教えていただいたんですね。石田さんから楽譜をいただいて歌っていいよ。とても素敵な、ね、歌なので歌いたいということで歌わせていただきます、はい、星巡りの歌聴いてください。協力していただくところありますので、ぜひ、
笑い飛ばそうっていう曲にもはい、笑い飛ばそう、わっは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 ってね、両手を広げてみんなでやりますよ。また声かけますのでね、あの最近ねマスクが多いのでね、口角を上げる機会が減ってるということで、口角を上げるとね、頭の中で笑ってるんだ、幸せなんだっていうことを感じるそうです。一緒にぜひね、わっはっはっはと笑い飛ばしていきましょう。では笑い飛ばそう、アミの曲最後です。聴いてください。募金の挙手ありがとうございます。はい、アミさんでございました。ありがとうございます。